初の、緊張します。どうしましょうね。どうしましょう。緊張します。分かんない。どうしようかな。あ、これがいいじゃん。行くぞ神社。私もこれすごい好きなの。あ、でも私はこうじゃない、こうってだから。え、でもちっちゃい頃からこれはやってるから本当に、うん、もういけそうですか、全員。はい、はい、じゃあ頑張ります。はい、お願いします。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 腕も可愛いな。向きはどっちなんですか。あ、どうする。どっちが立つ位置でいいと思う。あ、じゃあ向こうにいても別にこっち側だったらこっちですか。あ、なるほど。あ、で、こっちは何ですか。向きの方が OK。いい感じでございます。こっちから立ってほしいです。私もこっちがいいんです。そしたら左側がいいですよ。じゃあ、どちらこっちの方が。あ、全然これ大丈夫。あ、大丈夫です。あ、そうです。いいですか？ちょっとテストなんですけど、ちょっと聞いてるんですか？そう。そうです、もうちょっと。はい。では、はい、中心をですね、そこで、ちょっと皆さん、はい、感覚開けましょう。はい、ちょっと待ってくださいよ。写真撮るときってやっぱ邪魔なんで、こう耳かけた方が顔は分かりやすいですよね、はっきり。いやー、好みかな。自分でどっちが可愛いと思うんだよね。自分でこうやってかけるのか、こうやってかけるのか、こっちだけやるのか、それともこっちは絶対かけたいんですけど。いいか、やってみてもらって。あ、かけた方がいいかな。かけた方がいいですか。わかりました、かけます。どういう表情がいいと思いますか。なんか漏れない漏れる表情を研究した。大丈夫。
表情、表情どれがいいですか。口開けてるのか。そう、口開けてる。開けてない。そんな。